お母さんの手料理本当美味しいです。秋代さん、明日はお休みだし泊まっていくでしょ。あ、はい。お風呂沸いてるから入れるわよ。はーい。秋代、先入る？俺は後でいいよ。あー、じゃあ先入ろっかな。ごちそうさまでした、お母さん。どういたしまして。おかげでお腹は大満足です。なのでそろそろもう一つのメインディッシュをいただきたいのですが。ほんと相変わらず寝つきがいいな。ん？お母さん。それでさっきの続きのことだけど。ちょっとこっち来てもらえますか？何かしら？いえ、その格好がとても素敵だったので、もっと近くで見たいなって。でも僕の方からお母さんの部屋に行ったのに、わざわざこうして来てくれるなんて。もしかして早く続きをしたかったとか？もう秋代さんの意地悪。秋代さん嬉しいわ、喜んでもらえて。何の音？さっきからなんかうるさいんだけど。ねえ、秋代も何か聞こえない？寝てるか。もう出てきても大丈夫そうです。いやー、びっくりしたよ。レナが病院に運び込まれたって連絡もらったから。私もびっくりしたよ。急に破水するもんだから思わずテンパっちゃって。ま、大事を取って出産までこのまま入院することになったからさ。でも生まれそうになったらちゃんとそばにいるからな。ありがとう。こんなレナの前で。いやー、ほんとレナに異常がなくてよかったです。さっきはびっくりしたわ、レナの前で急にあんなこと。でもお母さんもいけないですよ。会うなり浴場した匂いプンプン漂わせて、あんなの嗅がされたら男はたまりませんよ。今日はこの後ずっと二人きりですから、帰ったらお母さんとたっぷり時間を過ごせますよ。二人して可愛い寝顔。でもおめでたいわ、二人目の妊娠。はい。それで待たさせてもらってないの？ええ、実はそうなんです。